の e スポーツにまつわるメッセージも随時お待ちしています。レディオキューブのホームページ e スポフライデーナイトフィーバーの番組メッセージフォームから送っていただくか、 X はハッシュタグ e フラつけての投稿もお待ちしています。それでは今夜も e スポフライデーナイトフィーバースタートです。ごめんなさい、台本ちょっと先、これ携帯で聞きながら見た時も思ったんですけど、この、フォートバトル行動ないとひどすぎる。ね、この前も言いましたけど、改めてやばいマジで。本当にひどい。これは何回聞いてもおもろいもんな。これだけでずっと喋ってられそう。一番そうっすね、一番面白いフォートバトル行動ないとは。ひどすぎますよね。名前考えるキーないやん。ない。全くない。これってなんかどこのソフト、どこが開発したんでしたっけ？フォートバトル行動ないと言いたくなる。なんか語感もいい、ムカつくことに。なんかすごい語感がいい。ボパロディすぎてなんかもう。面白いな。ここまで来るとおもろいな。うん。覚えた、フォートバトル行動ないと。フォート、なんかもう。X のプロフィールにフォートバトル行動ナイトプレイヤーって書こうかな。やってもないけど。メインタイトルっつって。あ、フォートナイトバトル行動が、ちょっと変わってる。フォートナイトの類似。あ、待って、フォートバトル行動ナイトのパクリタイトルやん、それ。ちょっと。そんなんもあんの？あるわ。パクリのパクリやん。パクリのパクリやん、それ。ちょっとやめてよ。フォートナイトバトル行動？ちょっとやめて、間違えてまいそう。ちょっと早口言葉みたいになってる。あ、確かにそうですね。フォートバトル行動ナイト、フォートバトル行動ナイト、フォートバトル行動ナイト。いいね、すごいね。フォートナイトバトル行動あれっつ、あれってあれって待って待って待って、荒野バトルロイヤル行動、荒野行動の間にバトルロイヤル入れたいな。おもろいな、それも。もともとバトルロイヤルっちゅうね、これ。確かに、確かに、タイトルに入れやんでもね。入れやんでもバトルロイヤル。荒野バトルロイヤル行動。バトルロイヤル行動。いや、ちょっと自作楽しみやな。あ、プレイアンダーナイト行動バトルグラウンド。プレイ。全部入れたったみたいな。PUBG が確かプレイアンダーグラウンドバトル。プレイヤー。アンノウンバトルグラウンド。アンノウンか。バトル。バトルグラウンド。プレイヤーが誰か分かんない。プレイヤー。ああ、なるほど。ああ、なるほど。プレイヤーアンノウンナイト行動バトルグラウンドか。もう一回分かんない。まさかのそこで、モバが入ってくる。モバ入ってくる。モバ要素まで。陣取り的なね。そうですね、うん、陣取り合戦で相手のタワーを倒せみたいな。最初100人で降り立つけど、最後の残り8人になったらブーってマップがあって、その4人でモバが始まるみたいな。おもろそうなんやけど、相手の塔を倒せ。そうですね。あ、でもそういうタワーを倒せ。そう、それまでに取ってた武器とかで、うん、モバの戦闘力も決まるみたいな。あ、なるほどね。優位に進めれるみたいな。だからちょっと色塗りとかもしちゃったりして出た、任天堂にまでまた食い込んでいく。色塗り作りますか。もう訴えられるね、僕らで。まあ、訴えられるかな。ありすぎても訴えられる。確かにね、前者から。どれで怒ったらいいって。そして今日、まあ、先週今週かで生まれたあれってどうスペシャルね。オマージュ作品ね。オマージュね。まあこの e スポーフライデー PU フォート行動ナイトナイトフィーバーでもやっぱりそういうものがやっぱ取り扱いができれば ね、これからもいいなって思うんですけどね。頭混乱。ナイト2回あるからね。フォートナイトとナイトフィーバーで。e スポーフライデー PU フォート行動ナイトナイトフィーバーね。もう言いたいだけやろ。何がないでしょうかっていうクイズ。ナイトナイトフィーバー。あ、まあまあ惜しい惜しいね。うん、フォートが抜けたね。もう絵はもう正式でも何でもないですけど、もうこれ、いや、これどうなみたいなのもあったらね、ぜひメッセージもお待ちしてますし、お悩み相談室もね随時待ってますので、はい、メッセージはレディオキューブのホームページ、イースポフライデーナイトフィーバーの番組メッセージフォーム、X、 こちらもね私たち見てますんで、ハッシュタグイーフラ
いいアルファベットフラカタカナつけての投稿もぜひともお願いします。お願いします、はい、お待ちしてます。もうタイトル忘れちゃったよ。イースポフライデー PU4 とコードナイトナイトフィーバーのこと。よう言えるな、それ。ねえ、ちょっと後で練習したいと思います。しなくていいです。ということで、正式名称イースポフライデーナイトフィーバー、ここまでのお相手は、はい、キヨンセこと清田のぞみと、あの信谷こと信谷拓也と、ルクプルこと野呂啓士でした。それではまた来週。